銀座のクラブは奥様方心配されている方もいらっしゃるかもしれませんが、ご接待が多い街なんですよね。いろんな地域で働いてきて、キャバクラもスナックもクラブも全部経験してきまして、やはり一番働きやすかった理由の一つにもあると思いますが、健全な街です。私実は色恋が得意ではございません。飲むか喋るかやらせるかとかって昔ね言われたもんなんですよ。その時にわー怖いと思いまして、私はその中で唯一できるかなと思ったのは飲むだったんですね。そういった言われたね時代もありましたね。ただなんかちょっと大げさにね言っていた感じもあの頃からありましたけれども、実際特に銀座のクラブは本当にご接待が多い街で、女性はお客様の売りかけまで背負うわけなので、会社のサポートまでいかないですけれども、そういった感じで接していくところがあるんですね。恋愛関係になることありますけれども、きちんとしたクラブでしたらあまり銀座はないと思っていただいていいかなと思います。